さあ、ラストステージ2の5です。ネイティもここってなんだか人魚さんとかいそうな雰囲気だね。そうですね。でも残念ながらこの地底湖に人魚は住んでいません。そうなんだ。でもとても静かなところね。はい。ここは地底湖の一番深いところです。ここに入った人間もおそらくファルさんが初めてでしょう。封印の石はこの奥に放つです。さあ行きましょう。さあ、ここちょっと長いんですけど。あ、ちょっと待って、まあ、とりあえずね、結構コインが取れるので、取れるんだったら取っていきたいかな。まあ、ここワンミスしても一応すぐハートの薬があるので大丈夫なんですけど、まあ、いい、あの水液だ。ちょっと待って、ここにね。で、ここは滑り込み。オッケー。あ、やべ、危な。足んないかと思った、今。さあ、次ですね。ここ入れるんですけど、入っても、とりあえず今のステータスでは入っても何もないので、入りません。あ、ちょ。さあ、ここで、一旦、精霊を変えます。この先行くとちょっと進んじゃうんですけど、先にこっちから行きます。おお、マジでか。今のミスはちょっと痛かったか。おお、危ねえ。で、ここは高い時にジャンプして、ちょっと時間をした。はい。で、こういう、なんかボーナスチックなところに出てくるんですね。あー、ハートになるな。OK。で、この下にもあって、さあ、ここですね。ここは、テンポよく行きましょう。おお、危ない。正直、おお、危ない。久々だったけど、なんとかできた、ここのエリア。さあ、ラストですね。あ、ティーに直すの忘れた。さあ、こいつが厄介。飛び道具打ってくるんですね。おお、危ないよ。ここが、うわ、なんでミスった。ちょっと待って。上にハートが、おわ、ちょ、なんだ、うまい。おい、イカまで来た。いつ倒すか。ちょっと待って。あとは、うわ、なんでお前もいた。ひどい時代用だな。まあ、もうすぐかな。コウモリが今が厄介だったな。うわぁ、ちょ、危ない。怖い。で、ちょっと待って。OK。で、ちょっと解除しておきます。解除しないと使ってっちゃうので。君、これが封印の石なの？はい、そうです。ファルさん、封印の石をその祭壇の上に戻してもらえますか？うん、わかった。よいしょっと。封印の石を祭壇の上に戻しました。はぁ、重かった。わぁ、石が光り始めた。封印の石に輝きさえ戻れば、悪いモンスターたちはこの地底湖に近づけないはずです。地底湖のお魚さんたちもこれでやっと安心できるよね。はい、ファルさん、僕、これからもずっとファルさんの力になります。本当、ティム、私と契約結んでくれるの？はい、一緒に力を合わせて他にも困っている人たちのために頑張りましょう。はい、で、ティムが本当の仲間になりました。最後ミスタムがちょっと痛かったかな。おい、ギリギリでコインゲット。はい。てなわけで、終わりですね。はい。じゃあ、このシーズンですね、収録、まあ、最初からぶっ通しでやって今もうすぐ1時間20分なんですけど、これで終わりです。まあ、こんな感じなんですね。まあ、有料版も、まあ、機会があったらやってみたいかなと思うんですけど、まあ、でもまあ、こんな感じで、まあ、やってきましたけども、案外普通とほぼ同じ感覚で進めたので、結構苦労するかなと思いきや、そんなでもなかったですね。まあ、個人的にはそんな印象がありました。まあ、体力が少ないのと時間が短いのだけだったかな、違いが。なので、それを除けば、それ以外が全部同じだったので、あんま苦労しませんでしたね。まあ、あとボスの体力が高かったのもありましたけど。なので、案外あっさりできたと思います。はい、じゃあ、そんなわけで、フワルの冒険ベテランプレイですね。まあ、何パートナーというかわかんないんですけれども、今回で終了になります。今までご覧いただきまして、誠にありがとうございました。まあ、おそらく、ですね。まあ普通でノーミスのプレイの動画が10本ある、もう作っちゃってるんですけど、まあそちらもおいおい公開していきたいと思います。それではご視聴ありがとうございました。